キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は以前からリクエストいただきましたパルスジェットエンジンが完成いたしましたので、早速ですが起動実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。非常に危険な実験ですので、実験もしされる方は自己責任で行ってください。2種類作りました。1つはジャムの瓶で作ったタイプと、こちらは栄養ドリンクの方で作ったタイプです。燃料は、燃料用フェール用アルコールを使います。そして、各自に注射器で 5cc を入れます。燃料がもしこぼれたら丁寧に拭き取ってください。そして次に瓶を1、2、3。こちらの方も1、2、3と振ってください。そして瓶の蓋に燃料がついてましたらきれいに拭き取ってください。それでは始めます。火をつけて、火を中にちょんと入れるような感じでやります。もう一回。で、次。以上です。Thank you.